構成国は、ある、国がより大きな実態の構成要素となる、文脈において使用されることがある国である。構成国という用語には明確な法的意味はなく、単純に何かの一部分となっている国を示すのに使用される。連合王国の構成国イギリスは、一般的に以下の4つの国からなるとみなされている。しかしながら、連合王国自身は、単一国家であり、 同君連合ではない。正確に言えば、ウェールズ公国は1542年に、イングランド王国とスコットランド王国は1707年に、アイルランド王国は1800年あるいは1953年に消滅した。さらに、現在使われているカントリーの語は現代イギリス国家を成立させた連合法において常に現れないため、百二十一年以前には、 存在しなかった北アイルランドに対して使用する際はとりわけ意見が分かれる。北アイルランドは1921年から1973年まで権限を委譲された自治議会1973年から1974年と1982年から1986年まで地域議会を有していた。1997年に行われたウェールズと スコットランドの住民投票の後、新たに権限移譲された自治政府がイングランドを除くスコットランド、ウェールズ、北、アイルランドに作られた。イングランドはそのままウェストミンスター議会の下にある。ラグビーユニオンといったスポーツイベントでは代わりにホームネーションズが使用される。この場合はアイルランドはアイルランド島全体を代表するチームに対する故障である。 オランダ王国は2014年7月現在、以下の4つの国から構成されている。それぞれはオランダ王国憲章によって、オランダの法律でランドを意味するオランダ語ロンドンで、あると明確に規定されている。ドイツ及びオーストリアのバンズランダーとは異なり、ロンドンはオランダ政府によって一貫して、カントリーズと英訳されている。 デンマーク王国は三つの構成要素からなっており、それぞれは以下のように呼ばれることがある。しかしながら、この用語の意味は常に一貫しているわけではない。フェロー諸島は、フェロー諸島の首相やデンマーク外務省によって、自治療セルフ、ガバニングテリトリーあるいは同様の表現でも呼ばれる。同様に、デンマーク政府もまた、グリーンランドを、自治州オートノマスプロビンスと呼んでおり、 グリーンランド憲法を形作る法律の中で、グリーンランドをカントリーの意味で言及しているものはない。ドイツの州及びオーストリアの州はドイツ語でバンズランダー連邦州及びグリッチ・タートン支分国家と呼ばれる。グリッチ・タートンはアメリカ合衆国におけるステートと同様にそれぞれが以前は独立国であったという意味を含んでいる。しかしながら、これらの州は自己の権利で、 国と考えられたことはなく、混乱を避けるために、その他の言語では州あるいは、バンズランダーと言及される。ニュージーランド王国は通常カントリーズと言及される、以下の3つの部分により構成されている。しかしながら、クック諸島及び、ニューエの憲法及びこれらの憲法に効力を与える、ニュージーランドの法令は、それぞれをカントリーとは言い表していない。フランスの地方はしばしば、 ペイズの称号をつけて呼ばれる。ペイズは、その他の国を示すのに使用されることもある。2004年、フランス領ポリネシアのフランス海外共同体は、法的にペイズ・ディートレイ・メール・エ雄ユザイン・デラ・レプーブレイクと指定された。これは、共和国内の海外両方と訳されることがあるが、フランスの憲法会議は、これは、ただ単に名称の変更に過ぎず、 法的地位における意見的変化を表していないと最低した。ソマリアには以下の6つの構成国が存在する。ただしソマリランドは事実上独立しており、構成国に含まないことがある。ありがとうございます。